平良港は沖縄県宮古島市にある重要港湾。港湾管理者は宮古島市。宮古列島の中心港である。古くは、潮水パク、潮水港と呼ばれた。北から順に、下崎地区、潮水地区、トゥリバー地区の3つの地区からなる。また、下崎地区と潮水地区の間には、二川ワ漁港が潮水地区とトリバー地区の間には、 下里船だまりよびパイナガマビーチが位置する。このうち、潮水地区は最も古くから開発された地区で、現在も貨物および旅客船発着の中心である。北から南に第1から4塔の4つの塔を有する。また、国道390号沿いには、宮古島マリンターミナル、マティダ市民劇場、 ホテルアトールエメラルド、宮古島などの施設も設けられている。北側の下崎地区は、貨物像や定期船の大型化に対応し、潮水地区に集中する物流を分散する、新たな物流拠点として開発された地区である。南側のトゥリバー地区では、コースタルリゾート平良と、歌唱が付けられた、コースタルリゾート整備プロジェクトが進められている。平良港からは、 宮古列島のうち、タラマ島への定期船が就航している。かつては、イラブ島のサラハマ港との間にも定期航路があったが、2015年1月31日のイラブ大橋開通に伴い、同日に廃止された。一方、翌2月1日には、宮古共泳バス、八仙台バス、共和バスの乗り合いバス3社が、それぞれの路線を平良港に乗り入れ開始。 2019年には、中央交通のリムジンバス、宮古下地島エアポートライナーが、運行開始、現在では、平良港で4社のバス路線の乗り換えが可能となっている。なお、宮古島と池間島、栗間島との間には、それぞれ池間大橋、栗間大橋がかかっており、大宮島との間には、宮古島北部の島尻地区から定期船が、就航している。 下崎不登第1不登、第2不登第3不登定期旅客航路は2018年6月6日までにすべて廃止、休止。第4不登定期旅客航路は2015年1月31日にすべて廃止。宮古島コースタルリゾート平ら。ありがとうございます。